はい、6時40分ちょうど満潮の時間ぐらいに来ました。結構軽石が浮かんでます。いい感じですごい波があって、多分通常の場所よりも海は奥まで到達してるんじゃないかなと思いますね。で、軽石が結構持っていかれてて水面にいっぱい浮かんでます。まあでも北風なんで、沖には出ていけないんですけれど、海に戻ってるってことは今ここにある場所よりもさらに海側で置かれていくんで、沖には出られないまでも少し海側に、置かれた状態で、少し海側に戻った状態で干潮になったら置かれていくと思うので、やっぱ少しねこう海側に軽石が移っていくと思うんですよね。だからまあ北風で外には出られなくなってますけど、これはこれで全然ありなんじゃないかな。これ南風だったらもう結構なくなってますよね。だってここまで水来てるからね、あそこでね、土の袋のところまでもう達しそうな感じですよね。で、今日よりも明日明後日の方が潮高いんですよね。だからもしかしてもうここまで来るもんね。このまんまで行くと、まあ明日明後日も北風なんだろうけどね、南風が来れば本当になくなっちゃうような。惜しかったなあ、この北風。なんで北風になっちゃうんだろう。まあいっぱい入ってるね。今日はあと6時間して、再館の時、再館長時間にもう一回行きたいと思います。うわー、満潮でこれですね。いっぱい浮かんでるな。おお、濡れた。なんでよ。荒れてる海です。穏やかにならんかね。はい、写真撮ります。はい、えらいいっぱいで軽石たくさん取ってくれてますね。すごいすごい、これはすごい、すごい綺麗に